本日はですね、工場の中を今清掃しているんですけども、結構大掛かりにですね、床だったりっていうのをこう拭き掃除だったりしてるんですけども、こう、あれ吉田さん、これね、今何やってるんですか？適度な水、え、軟質のね、この水とこのね、適度な水材があればどうも気になるから、あの、ちょっといいですか？それ使ってるの何なんですか？これあの車のボディを磨くため の、 あのいやいやですね。これにあの本来コンパウンドで磨き粉を捨てて、まあ、車をウィーンって磨いていくと、はいはいはい、ピカピカに仕上がるんですけど、ですよね、じゃあ床も綺麗なんじゃないかということでやってみたらちょっと綺麗になったんで、そう、なるほど、ちょっと今楽しくなってきました。はい、もう燃えてるところです今。燃えてるところです。もう適度な適度な水が必要なんで、やばいですね。この中でエビクリマダも2回に1回は出てあげる、出てあげて、そこにまた水を打つ、そして磨く、気になるっていうですね。やっぱプロですね。以上です。